私との出会いをねここから話させてもらうと、うんうんうん、私も同じぐらいの年に一人に産んだんですよ、ね、うんうんうん、25歳の時に産んで、しかもまだ東京に出てきて上京して1年目とかやったんですよ、うんうん、そうか、だからまだホームシックも残っとって、うんうんうん、やのに急に東京の旦那さんに嫁いで、うんうん、東京で子育てせなあかんっていうのが、うんうん、もう家から一歩出たら、うん、もう右見ても左見てもまず道がわからないんですよ。そうだよね。っていうとこで子供育てて行かなあかん、うん、これ地方感わかりますよね。その不安不安がめっちゃある中で、朝子、うんうん、さんと同じです。児童館的な、うんうん、なんかその地域の人たちがこう開放してる赤ちゃんとか妊婦さん来ていいよみたいなスペースに行くねんけど、うんうん、なんかね、私あの一人目産んだ時に東京のお母さんらしくせなきゃいかんって思っちゃったんですよ。そうだよね。そう、それこそこれがね地元で産んどったら、うんうん、もう地元の子はもう3人とか産んでますわ、うんうん、地元の子はね、うん、だったらこうワイワイ集まってちょっと子供見といて、預けといて、風呂入れといてみたいなノリでねできたと思うんですけど、うんね、他のママたちが集まるスペース行っても東京だと、うん、あ、こんにちは、こんにちは、お子さん今月齢っておいくつですか？今ちょうど6ヶ月ぐらいです。6ヶ月、あ、離乳食ですか？そうなんですよ、昨日ちょっとね、人参食べれたんですよ。あ、始めたぐらいですよね。あ、みたいなみたいな、そんなキャラちゃうのに。わかるわかる。そうだよね。そんなに難しかったコミュニケーション、そうそうそう、すごく勝手になんか東京のお母さんなんか上品なんだろうなとか、わかるわかる、勝手なイメージなんですけど、うんうん、そう思っちゃって、うまくね、本当にママ友が当時作れなかったんですよ、私。わかる。ママ友いなかった。ファッションとかも、うん、言ったら派手な格好をしたら、うん、その当時からスケーしてアクセサリーを大きいのつけて、うん、お腹出して、うん、破れたズボン履いて、うん、イエーイってクラブ行ってましたよ。行ってましたけど、うん、やっぱ子供産んでからそんな格好してたら、うん、なんか子供が変な目で見られへんかなとか、うん、お母さんめっちゃ派手で、その子供がいじめられへんかなとか、うん、なんか、もうそんなんなっちゃうんですよ、皆さん。これホルモンのせいですけど、うん、なんかもうキーってなっちゃって、とりあえずベリー見るみたいな。さやかちゃんがベリー見てたの。そう、ママダッシュのベリー見るみたいな。ベリー出てましたよね。私はベリー好きな方だけど、ベリーに出てるんですよ、有名なママ雑誌に。それもよかったら見てください。いつの何月探すの大変な。見て、あ、ママってこういう服を着るんだ、ママってこういう髪型をするんだっていう、うん、全然自分の好みじゃないファッションとか髪型で、こううろうろ路頭に回ってたんです。え、じゃあ実際そういう服買ったりしたの？そういうの全然、そうですね、全然好きじゃないのに、お上品な服で過ごしてて、うんうんうん、まあもちろん会うわけがないから、うん、もう楽しくないわけじゃないですか。そうだよね。だからなんか日々シュンってなりながら結構過ごしてた、うん、だから息子が0歳半年ぐらいかな、多分ママストと初めて会ったのがそのぐらいだと思うんですよ。赤ちゃんスペースみたいなとこって定期的にね、イベントがでもやってるんですよ。例えば赤ちゃんの本読み聞かせみたいなとか、ベビーマッサージですとか、栄養士さんがお話ししに来てくれますとか、それがある中で出ました、ママストがね、うん、来てくれたんですよ、うん、そうだね、出張したね。子連れで受けれるダンスレッスンだよ、うん、タカみたいなやつがあって、うん、え、絶対行きたいと思って、何これと思って、うん、え、ダンス、なんか子供をまず預けてダンスレッスンに行くとかも当時は、うん、今やってるんですけど、うん、当時はやっぱなんか罪悪感があって、わかる、それはすごいわかる。え、なんか子供預けてまでダンススタジオに行ったら、なんか赤ちゃんに申し訳ないのかなって、それも我慢してたんですよ。踊ることに対してもすごい我慢してたから、そうだよね。え、ちょっと待って、このレッスンは子供ちゃん連れてきていいんだ、赤ちゃん連れてきていいんだ、え、じゃあ行ってみようかなと思って行ったのが出会いだったんですよ。そうだよね。その時の先生は聖子さんでした。そうなんだよ。そうなんだよ。あの時の先生は聖子さんで、私そこいなかったんで、実は。あ、そっか、そこではまだいないんだ。その時はたまたま、なんだろう、多分スイがお腹にいたとかなんかで、そういうタイミングか。そう。で、ちょっと違う取り組みできないかなって言って考えた結果、初めてチラシを作ってみて、でそれをお出かけ広場に置かせてもらってイベントをやった。あ、それでか。で、聖子さんが講師をやって、後から報告受けるじゃない。どんな、何人ぐらい来たよとか、こんな人来たよとか。で、なんか、あの、さやかっていうガチのダンサー来たよみたいな。ガチの言い方よ、聖子さん。ガチのダンサー。なってさ、そう思ってくれたんだ。でも、うん、だって違うじゃん、踊ってたら一人だけこう上手すぎて浮いちゃうから。超ブランドあったけどね。第1回目受けて、すごい雰囲気も良くて、うんうん、そのこんにちはじゃなくて、ウェイっていうママたちだったので、あれみたいな、
私が知ってる東京のママの雰囲気じゃないっていうのがめっちゃね、うん、あのリラックスできたというか、あ、そうやって思ってくれてたんだ、うわ楽しいと思って、やっぱりダンサーってそういうノリなんや、うん、ママでもって思って、うん、でそのそういう人たちと出会ったから、うん、あ、私もそのノリでもいいんだ、うんうんうん、上品にしなくてもって思って2回目も行ったんですよ、うん、そうか、2回目行った時に、うん、かおりさんっていう方のレッスンを受けたんですけど、はいはいはい、その時にいよいよ、え、絶対ダンス経験者でしょってみんなに言われて、そりゃそうだよ最初から分かってるよ、え、バレてたバレてたなんかそうですね、そっからもドハマりして、あの Facebook のコミュニティページも登録して、うん、もうワークショップのお知らせが入るたびに、うん、行く、なんで通いも詰めたのが、そうだったんだ、ちょっと泣きそうだね、ああやばいっすね当時ね思い出したらね、そうだね、うん、いやでも今考えてみたらもうね、子育てもさすがに慣れて、はいはいはい、ね、子供置いてダンスレッスン行ったりとかもできるじゃない、やってるそうねだからそんなさやかちゃんが、うんうん、ね、当時その児童館みたいなところのそのね、誰がやってるか分かんないレッスンに来たっていうことがなんかもう多分悩んでた証拠だよねこれでもね、分かってくれる人多いと思うんですよ、うんうん、すごいママって真面目な方がね、うんうん、多いんですよね、やっぱ自分が産んだその命に対しての責任感を持ってる、うんうん、ね、真面目な方が多いから、やっぱね、真面目に子供のことを必死に頑張らな毎日ってなってたら、やっぱ自分の心がどんどん、うんうん、自分の本当に好きなものがこうどんどん減っていくというか、ね、そうだよね、そうそう、子供のことが一番になっちゃって、うん、自分がどっか置いてきぼりになっちゃうみたいな人は絶対多いと思うんですよね、そうかもしれない、その時期なんか、うん、私もようやく東京でそのノリの合うママたちと出会えたっていう喜びのもと、うんうん、すごいこう行き出すんですけど、うんうん、